はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、1月の17月曜日でございます。今日はですね、こちら東京ディズニーランドにねいたんですけれども、今日からですね、トータリーミニーのスニークということで、今日もねパレードとかやってたんですけれども、パークの中ではねトータリーミニーのグッズとか販売されたんですけれども、実はねこちら今からリゾートラインの方に行くんですけれども、今日からですね新しいリゾートラインのフリー切符が登場しました。今日からね始まりました、実質は明日なんですけど、今日からね一応スニークで始まりました、トータリーミニーのフリー切符と、ドナルドとデイジーのですねフリー切符も出たということで、今からですねそれを早速買いに行きたいと思います。それではね東京ディズニーランドステーションに行きましょう。はい、買ってきました正真正銘の初日のやつですね。2022年1月17日のやつです。こちらがデイジーですね。なんかすごいキラキラして綺麗、素晴らしい。はい、で同時にですねドナルドも発売です。タイムトゥシャインって感じでいいですね。めっちゃ光ってます。はい、ドナデジですね。合わせるとこんな感じです。とっても綺麗、これはいいですね。揃えたくなっちゃいますよね。でさらにですねパークの中ではグッズも販売されたんですけれども、今日からですねトータリーミニーのフリー切符登場です。めちゃくちゃ可愛らしいですね。発見機のねデザインも良かったですよね。はい、ということでぜひですねこちらフリー切符買ってみてください。でさらにですね一応これおまけですけれども、ディズニーランドステーションにですねトータリーミニーのスーベニアありました。こちらもぜひですねご興味ある方いましたら買ってみてください。はい、ということで本日からですね販売されましたリゾートラインのフリー切符3種類でございました。もう全然ねこれねかさばらないですしね、もうめちゃくちゃいいコレクションになると思うので、ぜひですねリゾートラインのフリー切符買ってみてください。はい、それではですね今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。